いや、もうお昼は過ぎてるんだけども、まだまだにぎわってますね。こんにちは、わっきです。本日は神宮外苑で開催されておりますザ・コールマンデーキャンプイベント会場にやってまいりました。今回のこのコールマンデーキャンプのロゴを入れられるというサービスですね。シュラフとかランタン系とか廃棄になってしまうテントの生地を再利用したというエコバッグなんですね。ここはコールマンの製品、新しいやつなのかな、いろいろと展示されております。コールマンの大きなツールームテントを張るという体験ができます。スイーツバーガーを作ろうという、おお、すごい、なんかミルクの甘い香りがする。完成。野球場ではいろんなイベントが開催されております。各種キッチンカーも出店されているので、もうここで食事も済ませられますね。こちらではディスクゴルフやスラックラインの体験もできます。コールマンのカートをコースに沿って引いていって、途中で荷物を運んでタイムを競っております。これらのゴミが自然の力で分解されるまで大体何年かかるでしょう。各種ワークショップのブースがずらずらっと並んでおります。結構ね、いろんなワークショップ体験できるものがたくさんあって賑わってましたね。この東京以外にもね、全国各地でいろんなイベントをやってるそうなんで、ぜひチェックしてみてください。